こんにちは、ボイスロイドのゆずきゆかりです。早速ですが、能登半島地震の被災地支援として赤十字に10万円寄付しました。投稿者が住んでいる静岡も、東海地震が起きるとずっと言われているので、身につまされる思いです。被災地の皆さんが一日でも早く、元の生活に戻れることを願います。また、こうした支援ができるのも、普段から動画を見てくださっている視聴者さん方のおかげです。日頃のご愛顧感謝します。それでは本日のニュースはこちら。話し法、ホスト、泣く。必死に生きてきた結果がこれなのか。9000万飲んで消えた女性客、担当ホストは死ぬまでただ働き、歌舞伎町から売りかけがなくならない理由、という記事が話題です。ホストクラブの月払い、売りかけ金の支払いのために、女性客に性風俗店勤務や路上売春をさせる、悪質ホスト、深刻な社会問題として昨今報じられています。やっぱつけって最低だわ、ぬるい麺を食わせるな、つけ麺は消えろ。ただし、ヤンヤンつけ棒は許可する。あれチョコだけ余るんだよな。ホストクラブ側も世論に反応し、売りかけ金制度撤廃する店舗、もしくは徐々に撤廃する店舗が増えています。しかし、長年業界にはびこっていた悪習を変えるのはなかなか難しいようです。そもそも売りかけ金って何さ、埼玉の名物って何さ。埼玉の名物はわかりませんが、売りかけ金はホストが女の子の飲食代を立て替え、次の月の入金日に回収する、というものです。例えば、持ち合わせが少ない女の子が、今日は賭けでいい、と提案したり、逆にホストが、賭けでいいからシャンパン開けて、とお願いするケースがあるみたいですね。なるほど、ホストクラブに対する借金ってことね。いいえ、ホストクラブではなく、ホストに対する借金です。ホストは、女の子が払っていないツケを、ホストクラブに対し自分が立て替えているという形で処理します。だからホストからすれば、客のツケは自分のツケでもあるわけです。ホストクラブ側からすれば、たとえ女の子から回収できなくても担当ホストから回収すればいいので、リスクは低いわけですね。売りかけシステム怖すぎだろ。しゃあない。私もこの際に、今までのツケを支払っとくか。あかりさんツケあったんだ。今までの人生のツケという意味か。ゆかりさん、今までつけててほんますまん買った。はい、5000万あかりちゃんポイント、きっちり耳を揃えて返します。貸してもないポイントを返されてるんだが、これ詐欺になりませんか。付けの金額は様々ですが、9000万もの付けを背負ったホストもいるようです。なお女の子は飛んでしまい、そのホストは永遠にただ働きとなった模様。もぐもぐ。うまーい。いっぱい食べたら大きくなりました。世界ランクアップで飯うま拡大定期、なんだよこのモンスターは。それにしても9000万の付けは多すぎでしょ。私も世界ランク上げるためにそこまで貯めてくれたんか。ホストクラブという非日常的な環境が金銭感覚をおかしくするようです。数万数十万の付けも数百円借りるくらいのノリで双方やり取りしちゃう模様。耳が痛い話だよ。私もゆかりさんにまだ4億あかりちゃんポイント借りてるから、軽いノリでついやっちゃうんだよね。さっき完済したんじゃなかったの。ホストクラブのホストに対する教育が行き届いていないのも問題です。最近は SNS やドラマの影響で若者さんのホスト参入が増え、教育に手が回らないようです。本来ツケは女性がそれを払えるかを慎重に見極めなければいけません。しかし店側はそれを教育することなく放置しているところが多いとか。やっぱ教育は大事よな。トップバリューのアルミホイルは安全に 5G 電波を遮断できるよ。そう教育された結果が今の日本。いい加減目を覚ませよ。はい、いい加減目を覚ましてほしいですね。それにしても、トップバリアルミホイルを頭にかぶってるやつも、ホストに付け払いする女もアホだよな、破滅が目に見えてるじゃん。驚くことに、ホストに多額の売りかけがある女性は、それを原動力にしていることも少なくないようです。どういうこと？売りかけ金があるから返さなくちゃ、とわざと大きな額の売りかけをし、それを返すために頑張る女の子もいる模様。ただのド M か？こういう話を聞くと、ホストクラブ売りかけ問題の一体何が悪くてどうすればいいのかわからなくなります。冒頭に話した通り、最近は世論の煽りを受け、ホストクラブ側も批判を避けようと、自主規制ルールを設けつつあります。しかし全ての店で、足並み揃えて売りかけやめましょう、というわけではありません。そうすると当然、お客さんも売りかけできる店を選んで飲むことになります。売りかけをやめた店が貧乏口を引くという構図になり、いたしかゆしといった状況となっているのです。ネット民の反応は、9000万の借金ならホストも逃げるだろ。その場で払えない客飲ませる時点でバカだろ、自業自得。借りた客、貸したホスト、貸すことを認めた店、いくらなんでもみんな金銭感覚が一桁おかしい。
売掛金9000万円って言っても酒代はいいとこ300万円で、残りはサービス代やろな。クズ同士潰し合え。等の意見がありました。個人的には、ホストもホストクラブに通う女もホストクラブも全部爆散すればいいのにな、と思います。ちなみに今日の私の昼食は、1玉38円のかけそばでした。もう終わりだよ、この国。そうですか。以上、ボイスロイドどうでもいいニュースでした。続きまして、ボイスロイドもっとどうでもいいニュースです。話し法、新年の目標、みんな忘れる。毎年同じ目標を立ててる説。スマホで生活習慣改善のアプリを提供している、ポンダビが、アプリ利用者のデータを分析した結果を公表。新年で立てた目標のうち、三日坊主で終わりやすいランキングが赤裸々になりました。それでは、三日坊主で終わる、新年の目標ランキングトップ10の発表です。10位、勉強 48.9%、9位、英語 49%。共に学習がランクイン。独学だとなかなか続かなくなりますよね。8位、ウォーキング 52.7%、7位、片付け掃除 54.9%。ウォーキングは健康にいいから日課にしようとしても、途中でめんどくさくなって、今日は雨だからとか、暑い寒いから、って天候のせいにできちゃうのが難しいですよね。6位、早寝早起き 55.6%、5位、禁酒 59.5%。新年から行うには、どちらも難しすぎる目標。お正月はお酒飲んで、夜更かししやすくなりますからね。朝のアラームを2分おきに10セットくらい作って、結局どれも打眠を止められず、というのは、もはや早起き目標民にとっては日常かもしれません。第4位、ランニング 61.3%。第3位、食事制限、ファスティング 63%。どちらも、ダイエット系の目標がランクイン。ランニングはある程度距離を走れるようになれば面白いのですが、そこに行き着くまでが大変ですよね。第2位、ジムに行く 65.9%。これがジム契約後なのか、契約前なのかはわかりませんが、ジムでトレーニングというのはハードルが高いみたいですね。実は18位には、家で筋トレ 41.8% がランクインしています。ジムに入会するより、まずダンベル買った方が続くのかもしれませんね。そして第1位、最も三日坊主で終わる目標が。禁煙 71.3% でした。やっぱりニコチンには勝てなかったよ。担当者曰く、何々しないという目標はハードルが高いのか挫折しやすい傾向にあったようです。ちなみに、第12位にお風呂がランクイン、シャワー派の人が湯船を張って入るのか、もしくは風呂嫌いの人が目標にしているのかは謎です。皆さんの新年の目標は何ですか？よければ教えてくださいね、定期。それでは、あかりさん一言どうぞ。私は今年も仕事しないという目標に向かって頑張ります。そうですか、ありがとうございました。拡大化してんだからカメラ位置調整しろ。それでは最後に謎かけを。新年の目標とかけまして、ごぼうの食物繊維と解きます。その心は？どちらも豊富です。ご視聴ありがとうございました。